まあ、選手がバットを置くときグラブを置くときというのは必ず来るものではあります、まあ、大塚さんもそういう経験をなさったと思いますので堀選手の心境は非常によくわかるのではないかと思います。いやでもね、堀選手ほどその実績を残して、はい、レギュラーを張って長くやってチームのためにって言った僕選手では なかったんで、仮に言ったら球団にクビって言われた時には、あそうかっていうね。でもただ堀選手の場合ぐらいになってくると、やっぱりあの自分の意思でね、全てをこう決めてもらいたいなっていうね、チームにこれだけ貢献者長くやってきているプレイヤーですからね、ここは中島の好プレー、それとフェルナンデスがよく伸びましたね。